こうやって見てみると巨大な犬の模型に見えます。チャンネル登録お願いします。皆さんこっちです。ジェイソウルゴブルダーヒュリーだ。はい、今回の動画はこちら、エゴクリエイター可愛い犬たちの続きになります。前回の動画でパグとミニアチュアシュナウザーに組み替えました。今回はハスキーとロングヘアダックスフンドに組み替えます。これまでの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではハスキーとロングヘアダックスフンドに組み替えます。ハスキーとロングヘアダックスフンドです。はい、この2匹に組み替えました。ちなみに組み立てにかかった時間はハスキーが15分でロングヘアダックスフンドは13分で作りました。なので全部で28分で完成しました。はい、まずはこちらのハスキーから見ましょう。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。大きさについては最初に作ったプードルとまあほぼ一緒だと思います。全体的なカラーは白色ベースに差し色に黒色とグレーが使われております。では近くで見ましょう。まずこちらがトーブです。ハスキーの耳の造形はカーブパーツで再現されております。鼻や口はこのようになっていて、このハスキーは口を開いてなくて閉じている状態になっております。僕的に言えばせめて口の造形はちょっと入れて欲しかったなって思います。首輪は全部一緒で胴体はこのようになっております。胴体のこのブラケットパーツで犬の毛並みを再現されているところがとてもいいと思います。足の造形については最初に作ったラブラドールとちょっと似てるところがあります。尻尾はこのようになっていて、尻尾については結構独特な形をしております。可動範囲についてはこれまで作った犬と一緒で、まず頭部がこのように回転して、耳がヒンジでこのようになっていますので、こんな感じで動かすことができます。足はピンパーツでこのように稼働して、つま先はヒンジでこのように動きます。尻尾もヒンジでこのように稼働します。続いてはこちらのロングヘアダックスフンドです。全体的なカラーはライトブラウンベースで差し色にベージュが使われております。はい、じゃあ近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部の目のプリントパーツについては前回のパグと一緒のパーツになっております。ハスキーと一緒で鼻の造形はあるんですけど口の造形はありません。ここに首輪がついていて胴体はこのようになっております。ちなみに胴体の足なんですけど前回のパグとほぼ一緒の造形になっております。尻尾はこのようになっていて、尻尾の形結構独特ですね。可動範囲はハスキーと一緒で頭部がこのように稼働して、で耳がこのようにヒンジで動いて、足はピンでこのように稼働して、つま先がヒンジでこのように動きます。そして尻尾もヒンジでこのように稼働します。はい、今回もこのようにお座りポーズを取らせることができます。はい、可動範囲を生かしてこのようにポーズを取らせることができます。今回のレゴクリエイターの犬たちは可動範囲が多くてこのようにポーズを取らせることができますので、こんな感じで可愛いポーズが取らせれますのでとてもいいと思います。はい、じゃあ最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。高さについてハスキーだとミニフィグ2体分で、ダックスフンドについてはほぼ一緒ですね。こうやって見てみると巨大な犬の模型に見えます。じゃあちょっと乗せてみたいと思います。よっと、おー、あ、これねサイズ的にすごいぴったりかもしれない。じゃあダックスフンドにも乗せてみます。よっと、おー、あ、なんかダックスフンドの方が大きさ的にちょうどいいかもしれませんね。じゃあ続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。ハスキーの方がちょっとでかい感じで、ロングヘアダックスフンドはちょっと小さいかなって思います。じゃあちょっと乗せてみます。よっと、おー、あ、これねいいね。なんかこうしてみるとマリオがジョッキーみたいに見えますね。じゃあダックスフンドにも乗せてみると、おー、あ、ダックスフンドもいいね。はい。このレゴクリエイターの犬たちって案外レゴマリオサイズなんじゃないかなって思います。はい、レゴクリエイター可愛い犬たちのハスキーとロングヘアダックスフンドはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター可愛い犬たちのハスキーとロングヘアダックスフンドに組み替えてレビューしてみました。今回組み立てたこちらの2匹の犬の完成度はとても高いと思いました。ただ僕的に言えばせめて口の造形は入れて欲しかったなって思います。はい、今回の動画でレゴクリエイター可愛い犬たちの3作品を全て作り終えました。その中で僕が個人的に良かったのは2番目に作れるバグと今回組み立てたハスキーです。2番目に作れるバグについては今回組み立てたレゴクリエイターの作品の中で一番小さいんですけど、バグの特徴をしっかりと作られているところがとても素晴らしいと思いました。続いてこちらのハスキーなんですけど、白色ベースに黒色が使われているところがとてもかっこいいと思いました。で、あと今回のレゴクリエイターはこちらの小物パーツがとても優秀ですので、これも素晴らしいと思いました。で、余談なんですけど、僕はこのレゴクリエイターをもう一個買えばよかった
ったなって思いました。なぜならこのレゴクリエイターは建物に使えるパーツがいっぱい使われていますので、犬を組み立てるのもいいんですけど、パーツ取りとして買うのもいいかなって思いました。動画の概要欄に Amazon リンクを載せておきますので、気になった方はぜひ組み立ててみてください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。